それでは11月19日の3問に入っていきます。 B は A に対して B 所有の土地の売買契約に関する代理権を与えた。その後 A に破産手続き開始の決定があると、 A の代理権は消滅するが、 A の代理権が消滅しても C が善意無過失であればその売買契約は有効である、丸か×かという問題です。この問題考えたい方はこの動画の下の概要欄から問題文をご確認ください。で、答えは丸です。 B が本人、 A は代理人、 C は相手方という状況で、代理人 A が破産手続き開始決定を受けたんですね。で、そうすると代理権は消滅します。これは破産者が代理人だと本人に損害が被る可能性があるからなんですね。まあ、本人保護を目的としています。で、それに反して代理人 A が代理権を行使した場合、相手方 C も保護しないといけないですよね。この場合、まあ、代理権消滅後の表権代理というルールなんですけれども、相手方 C が善意無過失であれば表権代理が成立して C が保護されます。で、C が保護されるっていうことはどういうことかというと、代理人 A が行った売買契約って有効になるんですね。なので、この問題文の C が善意無過失であればその売買契約は有効である、これは丸になるということです。で、途中なんですけれども、ぜひグッドボタン押していただければと思います。グッドボタン押していただければ励みになりますんで、よろしくお願いいたします。で、問2ですね。地主 B が都市計画法の用途地域内の所有地を駐車場用地2区画、資材置き場1区画、園芸用地3区画に分割した上で、これらを別々に売却する場合、B は宅建業の免許は必要である、丸か×かという問題です。で、B は免許必要なので答えは丸なんですけれども、まず用途地域内の土地っていうのは原則宅地扱いなんですね。ただ例外として、まあ、政令で定める公共施設用地、例えば道路とか、まあ、そういったものについては宅地には該当しません。で、今回の問題の駐車場用地、資材置き場、園芸用地、これらはもうすべて宅地になります。そして宅地を別々に売却する場合と書いてありますので、これは取引にも該当するし、業にも該当します。したがって B は宅建業の免許が必要だということになります。で、この問題すごく基本的な問題なんですけども、基本を抑えることっていうのが理解することなんですね。で、これが合格の第一歩になります。そのため、この理解の仕方については、個別指導で詳しく解説しています。今回の問題については、その理解の仕方までお伝えをしてないんですね。なぜ免許が必要なのかどうか。こういったところ苦手にしてる方ってやっぱ意外と多いんですよ。でも実は簡単なんですね。で、その理解の仕方について個別指導で詳しく解説していますので、個別指導をぜひご検討ください。個別指導については、この動画の下の概要欄の方に URL 貼っておきますので、そちらからご確認いただければと思います。で、問3ですね。住宅の居室、学校の教室、または病院の病室は、防火上支障のない場合は、地下に設けることができる、丸か×かという問題です。で、答えは×です。まず、地下なんですけども、地下っていうのは、まあ、地下室のことです。で、地下室っていうのは、湿気もこもりやすいし、大雨の時に浸水する可能性もあるので、建物を建てる際に気をつけておく必要があるんですね。したがって、地下室については床とか壁とかの防湿、防水の措置など衛生上必要な技術的基準に適合していれば、地下にも居室、これを設置することができます。で、今回の問題っていうのは防火上って書いてあるんですよ。防火上支障のない場合、これが誤りなんですね。正しくは衛生上です。衛生上必要がない場合は地下にも設けることができるというのが正しいです。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。できればグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。グッドボタンがたくさんあったり、またチャンネル登録者数増えますと私も励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。